はい、今回はいよいよリリースとなりました Cubase 10.5 の新機能について解説していきたいと思います。 0.5 のアップデートながら多数の強力な機能が追加されていますので、ぜひご注目ください。まずは EQ とスペクトラルカーブの比較モードについてです。 Cubase のチャンネル設定に搭載される EQ において、比較したいトラック同士のスペクトラルカーブを参照しながら操作を行うことが可能となりました。スペクトラルカーブの比較を行うには、まずチャンネル設定ウィンドウを開き、EQ タブに切り替えます。通常はそのトラックのスペクトラルカーブのみが表示されます。ここで上にあるオレンジの部分をクリックすると、どのトラックと比較するか選ぶことができます。今回は今開いているベースに対してキックを比較してみましょう。このようにキックのスペクトラルカーブが表示されました。これで被っている部分がよくわかりますので、ポイントを押さえてカットすることができます。またこの EQ では操作の対象となるトラックを切り替えることもできます。今はベースが対象となっていますが、上のキックと書かれた部分をクリックしてみましょう。このようにキックのトラックへと移りました。ここで操作を行い、再度ベースに戻るといったことも可能です。さらにこの EQ には選択されているトラックのソロボタンへのショートカットが追加されています。同じく上のベースキックと書かれている部分に S マークがありますので、こちらをクリックします。このようにキックがソロになりました。ベースもソロにしてみましょう。比較して EQ 操作を行う場合に非常に便利ですね。続いてはオブジェクト選択ツールと範囲選択ツールの結合です。これまで全く別のツールとして存在していたオブジェクト選択ツールと範囲選択ツールが一つのツールとしてフレキシブルに変化しながら使用できるようになりました。使用するにはオブジェクト選択ツールの左にあるこのマークをクリックします。このように2つのツールが同時に点灯しました。この状態でイベント上にカーソルを置くと、上半分では範囲選択ツール、下半分ではオブジェクト選択ツールに変化します。例えば範囲を選択し、切り取ってすぐにエディットしたい場合などに大変便利です。続いては非録音時の MIDI 入力データ記録の改善です。停止モードまたは再生中に演奏した MIDI ノートをより簡単に、そして便利に取り込めるようになりました。今回の改善では、各トラックで演奏される MIDI データを取り込むために MIDI トラックまたはインストゥルメントトラックごとにバッファーが用意されるようになりました。トラックのインスペクターのメインセクションの下にレトロスペクティブレコーディングと書かれたセクションが追加されています。トラックを選択した状態で MIDI キーボードなどを演奏すると、バッファーに MIDI データが入り、レトロスペクティブレコーディングが白く点灯します。そこをクリックし、インサートアズリニアレコーディングを選択すると、現在のカーソル位置に先ほどの演奏内容が挿入されます。エンプティレトロスペクティブレコードバッファーを選択すると、バッファーされた MIDI データを消去することができます。次にサイクルモードで再生しながら演奏してみましょう。点灯したレトロスペクティブレコーディングをクリックすると、インサートアズリニアレコーディングとインサートアズサイクルレコーディングから選択できるようになっています。リニアを選択すると、一つの連続した MIDI データとして挿入されます。一方でサイクルを選択すると、サイクル範囲内にスタックされた状態で複数の MIDI データが挿入されます。またトランスポートゾーンにバッファーされた MIDI データを挿入するボタンが追加されました。このボタンでは選択したトラックの演奏位置に MIDI データが挿入されます。この際、再生マーカーをサイクル外に置いてボタンを押すと、リニア録音として挿入されます。エディターウィンドウの左上にもバッファーを挿入するボタンが追加されています。試しに弾いたものをすぐに反映させることができて非常に便利です。加えてトランスポートメニューにも MIDI レトロスペクティブレコーディングが追加され、同様の機能となっています。続いてはプロジェクトからトラックを読み込む機能の改善についてです。
より多くのトラックタイプをサポートし、読み込む属性をより詳細にコントロールできるようになりました。ファイルメニューから読み込み、プロジェクトのファイルのトラックと進み、目的のファイルを読み込むと、ツリー上にトラック構成が表示されます。ここでチェックをつけたものが読み込まれます。フォルダにチェックをつけると、その配下にあるものすべてにチェックがつきます。FX やグループチャンネルなど、ルーティングの関係性も同時に読み込むことが可能です。属性としてイベントとパート、チャンネルとインスペクターの設定を選択可能で、いずれか一方とすることもできます。チャンネルとインスペクターの設定を選択しておくと、オートメーションも選択可能となります。条件に合うものを選択ボタンを押すと、読み込み先プロジェクト内の名前が一致するトラックに自動でマッピングすることができます。これにより、別バージョンのプロジェクトからイベントを読み込んだり、ミキシングの設定のみを読み込むといった便利な使い方ができます。続いてはビデオの書き出しについてです。Cubase 10.5 ではプロジェクトからオーディオとともにビデオを書き出せるようになりました。編集が完了したビデオに対して音をつける場合、Cubase のみで完結させることもできます。ビデオを書き出すにはファイルメニューから書き出し、ビデオを選択します。ダイアログが表示されますので、ファイル名や場所を指定します。ビデオ形式は MP4 のみ、出力チャンネルについてはステレオアウトのみ可能です。範囲についてはルーラーで指定したロケーター間となります。ビデオ書き出しボタンを押すと書き出しが実行されます。続いては新しいプラグイン、マルチタップディレイです。こちらは非常に自由度が高く、クリエイティブな使い方ができるタップディレイとなっています。では簡単に使い方をご紹介しましょう。マルチタップディレイはシンプルなディレイプラグインとしても使用できますが、今回はその機能を活かしてリズミカルなフレーズを作成してみようと思います。このような2拍単位のシンプルな音をご用意しました。2分音符の長さの中でタップディレイを構成したい場合は2分の1とします。フィードバックは今回はタップのみを鳴らしたいので 0% としておきます。そして右上のタップスでタップの数を設定します。最大8つまで設定可能です。これらを好きな位置に配置し、リズムを構成していきます。あるいはマウスクリックでリズムを入力することもできます。タップリズムを点灯させ、この部分をクリックします。曲に合わせてやってみましょう。リズムの揺れはクオンタイズボタンで正確な位置に調整します。このような感じでしょうか。このレベルタブでは、それぞれのタップに対応したバーで音量の設定をすることができます。また、隣のパノラマタブでは、パンを設定することも可能です。さらに、マルチタップディレイはエフェクターを内蔵しており、タップに対してエフェクトを適用することもできます。今回は特定のタップに対してピッチシフターをかけてみましょう。さらにポストエフェクトとしてフリケンシーシフターもかけてみます。仕上げにディレイを追加し、もっとリズムを複雑にしてみましょう。このようにマルチタップディレイを使って簡単にリズミカルなフレーズを作ることができました。続いてはおなじみのパッドショップの進化版、パッドショップ2です。パッドショップ2ではパッドショップとパッドショッププロの各バージョンとファクトリーコンテンツを統合し、さらに新しい機能とコンテンツを追加しています。機能面では、高性能のタイムストレッチ機能とピッチスケール機能を備えた新しいスペクトラルオシレーターが搭載されました。従来のグレインオシレーターとスペクトラルオシレーターの切り替えはこちらで行います。こちらも新たに追加されたレトロローグ2と同等のアルペジエーターを組み合わせると、このようなリズムループ的な音色も作ることができます。フォルマントをいじってみましょう。
グレインオシレーターとはまた違った音作りの幅が広がりそうですね。これもレトロローグ譲りの機能となりますが、ドラッグ&ドロップでモジュレーションソースをディスティネーションに簡単に割り当てられるようになりました。例えば LFO1 をカットオフにアサインしてみましょう。アサインが完了するとマトリックスにも表示されます。ここでデプスなどを調整します。その他、2つのポリフォニック LFO や、スタート、アタック、エンドのボリューム設定が可能なエンベロープ3が追加されています。プリセットも100種類以上が追加され、豊富な音色をベースに音作りできるようになっています。続いてはミックスコンソールチャンネルの色付けです。ミックスコンソールチャンネルの背景を選択したチャンネルカラーで色付けできるようになりました。色付けは環境設定を開き、ユーザーインターフェースのトラック及びミックスコンソールチャンネルのカラーで行います。ここで色付けを有効にしたい項目を選択したり、色の強さや明るさを調節することもできます。適用してみましょう。このように視認性が大幅に高まりました。続いてノーマライズの参照先としてラウドネスを使用できるようになりました。このような2ミックスファイルをラウドネス基準値に適合させたい場合に大変便利です。使用するにはオーディオメニューからダイレクトオフラインプロセッシングを選択します。処理ボタンをクリックするとリストが表示されますのでノーマライズを選択します。すると従来のピークのノーマライズに加え、ラウドネスのノーマライズが追加されています。ここで例えば放送用ならマイナス 24LUFS、YouTube 用ならばマイナス 13LUFS といった具合に調整をすることができます。続いてはスコアエディターの改善です。不表明に複数のサブネームを設定できるようになりました。サブネームを表示するにはスコアメニューからページモードに設定しておく必要があります。また不表明を右クリックし、不表明を不表の左に表示としておきます。不表明をダブルクリックするとダイアログが表示されますので、こちらでサブネームを入力することができます。今回は代わりに高音部1、2、低音部3、4としてみましょう。このように表示されました。また音符挿入時に1ルーラーが表示されるようになりました。音符入力モードとし、音符を挿入した位置にカーソルを持っていってクリックを長押しします。ルーラーが表示されますので、そのままドラッグして位置を決めます。クリックを離せば音符が挿入されます。続いてはプロジェクトの自動有効化機能の無効化です。複数のプロジェクトを開いた状態で有効なプロジェクトを閉じると、これまでは自動的に次のプロジェクトが有効化されていました。今回の改善では有効なプロジェクトを閉じると、その他のプロジェクトは無効状態が保持されます。有効化ボタンを押すことで初めて有効化されますので、プロジェクトを選択することができます。続いてはトラブル解決時に便利なセーフモードでの起動についてです。Mac では Shift プラスオプションプラスコマンド、Windows なら Shift プラスオルトプラスコントロールを押したまま Cubase を起動すると、このようにセーフモードウィンドウが表示されます。ここで全てのサードパーティー製プラグインを無効化にチェックを入れると、スタインバーグ製のプラグインのみが読み込まれ、他社製品は一時的に無効になります。これはプラグインの問題でプロジェクトを読み込めない場合などのトラブルシューティングに役立ちます。はい、以上が Cubase 10.5 で追加された新機能の概要となります。ご覧いただいたように、かなり充実したアップデート内容となっています。さらに進化した Cubase で、より快適な制作環境を構築してみてはいかがでしょうか。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。